私は八賀です。また電車に乗っておりますが、今日でロンドン通勤連続4日目、だいぶ疲れてきましたが、今は電車の移動に慣れてきました。今これ朝の9時半ぐらいですかね。バスに乗って電車の駅に行って、で、この電車に乗ったところなんですが、すごい空いてます。めちゃめちゃ空いてます。全体的にすごい空いていて、ポチョの鳴き声が聞こえるので、ポチョの声が鳴ってるみたいですね。外はこんな感じで、ロンドンまではまだもうちょっとかかるかなっていう感じです。目は今イギリス、ロンドンのイギリス電車のストライキが結構頻発していて、まあ、電車だけじゃなくて看護師さんのストライキとか、あとアンビュランスのストライキとか、日本じゃありえないようなところのストライキが結構連日頻発しているんですけれども、私に今一番影響が出るのはこの鉄道電車のストライキですね。電車のストライキがあると本当に電車が本当になくなっちゃうんです。今私が乗ってるのが地上を走る鉄道で、これがすごく影響を受けるんですね。で、地下鉄はまあ大丈夫といえば大丈夫なんですが、でも通常運転ではなくなると。なので、なんとかちょっとストライキが解決して、解決するためには国がお金払うしかないのかなとか思ったりするんですけども、なんとかなってほしいなと思いながら電車に乗っております。昨日の帰りも、ロンドンからの帰りもストライキの影響なのかまたわからないんですけれども、私ロンドンのバリントンっていう駅で電車乗り換えて、で地元のメディヘッドに帰ることが多いんですが、なぜかバリントンに入ってくる電車が全部バリントン止まりになってしまっていて、そこから先のうちの方のに行く電車が一定時間なくなっちゃったんですね。で、全部パディントン止まりで全員そこで降ろされると。で、パディントンの駅に結構人が増えてきて、このまま私はその日中に地元の駅に帰れるんだろうかって思いながら、待ってたんですけど、通りがかった駅のスタッフの方に聞いたら、あと何分後にメディヘッド行きが来るからそれに乗ればいいよって教えてくれまして、で、乗って帰ってこれたんですけども、突然電車がなくなっちゃったりっていうのも本当に今いっぱいありまして、もしかしたら今だけじゃなくて前からもあったのかもしれないんですけど、日本のちゃんとね時間通り走ってくれて、でそんなに遅れることもなくて、で、突然のストライキなんてこともないっていう、日本の電車が、とても恋しいです。で、来年1月も1月の前半からストライキの期間っていうのが決まってて、最初、4日間ある、前半で4日間あるって言われたんですが、なんか5日間に増えるみたいな話だったりして、でしかも全部平日らしいんですよね。通勤の人はどうするんだろうって感じなんですけれども、ストライキはテレビでも結構ニュースになっていて、イギリス国民はみんな怒ってるみたいなんですが、どうやってね本当に解決するんだろうって感じですよね。ということで、ちょっと通勤途中の電車が空いてたので、少し小声で動画を撮ってみました。では皆さん、楽しいクリスマスをお過ごし